こんにちは、ゆっくり霊夢と。マリサだよ。今日はこのプロジェクターの修理だぜ。ご覧の通り左側がなんだか茶色くなってるんだ。ジャンク品で購入したものです。お値段は送料も含めて2000円ちょいだったぜ。早速中を開けてみてみましょう。VGA 端子が1個と USB 端子が2個、あとリモコンが使えるようになってて、ヘッドホンとかが使えて、で、こっち側は SD カードが使えて、HDMI ケーブルが使えるのかな。修理できれば機能満載できっと役に立つかもしれませんね。液晶自体がおかしいか、液晶周りの何かだろうな。フレッキケーブルが1本ついてますね。上にね。ケーブル類を壊さないようにゆっくり開けてね。これはフレキじゃないけどな。歳を取れば何でもフレキに見えるのよ。電源とかを制御するフレキケーブルですね。まずこれを抜かないとですね。抜いて。中はこんな感じですね。ちゃんと IC なんかにはヒートシンクが貼ってあって、結構しっかりした作りですね。中国製だと思うんですけど、結構しっかりした作りなんですね。まずこの辺を外さなきゃですね。この辺にミラーが入ってると思うんだよね。で、光源がどっちかな？光源がこっち側から来るのかな？ちょっとこれを外してみましょうかね。まずファンを取ってからですね。ここにミラーがついてて、ここは台形を調整するやつかな？おそらく。これで調整するんだよね。こうやって角度ですね。角度を調整するやつかな、ここは。ミラー自体はそんな汚れてないもんね。この奥に液晶ですね。液晶にアクセスするには、この辺を外しちゃわないと、ダメかもしれないですね。一番右の黒い枠が液晶で、液晶の隣に偏光板みたいなガラスが入っていたぜ。この偏光板のようなガラスをよく見てみたけど、特に汚れているとかなかったんだよね。角度を補正するプラスチックにも異常は見られません。となると液晶しかなさそうなんだよね。なんだかめんどくさいことになりそうなんだぜ。まず液晶の周りの枠を外します。はめ込み式でこれはすごく簡単。だけどデリケートな部品なんで慎重に扱わないとね。ついに液晶の偏光板を剥がすと覚悟を決めました。正直やりたくなかった作業なんだぜ。液晶を割ってしまう200ペリカだぜ。液晶には光の入る方と出る方と2枚の偏光板が貼ってあります。板といっても実際には薄いフィルムのようなものだぜ。2枚の偏光板で液晶を挟むことによって光の分子は90度ねじれた状態で配列します。その液晶に電圧をかけたりかけなかったりすることによって光を遮断したり通したりします。光の入る方と出る方と90度角度を傾けて出る方を貼れば良いのかもしれないな。偏光板が茶色く変色しているな。これが悪さをしている正体だと思います。裏面にはノリみたいな接着剤がびっしりとついています。慎重に慎重にやらなきゃ液晶をダメにしてしまったら元も子もないんだぜ。やはり片面だけ変色しています。頑固なノリみたいなのを取るのにネイル落としを使用しました。内容成分にアセトンが含まれてることが重要なんだぜ。このアセトンというものは工業用部品の洗浄などに多用されています。揮発性が高いのでアルコールみたいに使用できます。決められた量以上は消防法で個人で買えないので100均のネイル落としが一番手に入れやすいぜ。必ず換気してからしてね。プラについた油性のマジックなんかもすぐに落とせるんだぜ。あとは丁寧にUSで拭いていきます。
個人で手に入れやすいのはマイクロファイバーのタオルも良いと思うんだぜ。100均にも売ってるしね。いよいよ偏光板を貼り付けします。偏光板にはさっき言った通り角度があるので注意して貼るのぜ。購入した偏光板がこれです。3枚入っていてサイズも大きく今後も使えそうなんだぜ。これはもうすでに大きさを測って切り取ったものです。気泡が入らないように軽く水を霧吹きしました。両面に保護シートが付けてありました。片面は糊付けするように接着剤が塗布されています。緊張の瞬間だな。不器用なのでどうしても気泡が入るんだよな。あとは余った部分をカッターで切り取って組み上げて完成だな。ある程度気泡が入るのは妥協しました。まあ不器用だから仕方ないよな。組み上げて動作チェックしてみようぜ。おっ、良さそうだな。こうなるとプロジェクタースクリーンが欲しくなります。ただの白い壁に投影してるからな。問題は左側の茶色がなくなってるかだぞ。なんだか良さそうですね。手ブレのしないカメラも必要だな。ジャンク品を修理するか。またジャンク品ですか。偏光シートはおなじみ遮光サングラスにも使われています。遮光サングラスは横軸の偏光板が使われておりギラつきなどを抑えます。今回は液晶を触ったのでとにかく緊張しました。大抵の液晶は脆いからな。今回はここで終わります。参考になったって方は良いねボタンいただけるとモチベーションにつながります。最後までご視聴ありがとうございました。またね。